お元気ですか、ボクシミでございます。今回はプロ野球カード総集編第3回目。今回は、第3回目は、女子アスリートカードの、直筆サインカードでございます。すでに挙げているカードもございますが、その辺ご了承ください。それでは紹介したいと思います。まずは、これはホッケーの選手でございまして、女子プロ野球選手でございます。現在ね、女子プロ野球はですね、巨人と阪神がね、やっておられます。これがね、チアリーダーでございます。プロ野球のチアリーダーでございます。で、私はね、ファイターズファンなのでね、ファイターズを中心に、出しております。ファイターズのね、チアリーダーも結構多いと思われますがね、その辺はご了承ください。もちろんね、ファイターズ以外のチアリーダーもね、用意しております。ちなみにこちらがですね、何年前だかな。2019年の時のカードでございます。はい。で、こちらがね、2020年度版でございます。で、こちらからね、女子プロレスラーでございまして、アジアコング選手のカード、直筆サインカードはね、結構貴重ではないかと思われます。はい。で、どんどんね、女子プロレスラーのね、直筆サインカードが出てきております。はい。で、鈴木スー選手はね、現在はスターダムのリングに上がっておられます。で、これはミスモンゴル選手は札幌出身でございます。で、プロボウラーのね、これ小林愛美選手でございまして、これ室伏ゆか選手でございますね。現在はね、引退されております。ちなみにお兄さんは室伏浩二さんでございます。で、これはね、この方は、ボートレーサーの倉敷ゆか選手でございます。で、こちらね、久松郁美選手でございますが、こういったね、地球式カードもございますが、このサインがついてる場合がございます。こちら、このカードがね、結構価値があります。で、元バドミントン選手の高橋彩香さんでございまして、元水泳選手の中村玲子さんで、で、こちらが、女優の坂井若菜さんでございます。はい。で、1冊目が終わりました。次、2冊目参りたいと思います。続いて2冊目でございます。2冊目をね、女子プロレスラーのカードからの紹介でございます。で、こちらがね、2023年度版の、プロ野球のチアリーダーでございます。で、こちらね、金メダルを取りました、元ボクシングの入江聖奈選手でございます。ちょっと間違えました。失礼いたしました。で、こちらがね、卓球選手のこれは早田ひな選手でございまして、こちら水泳のね、大橋優衣選手でございます。で、こちらがね、2023年の版のね、女子プロレスラーでございます。で、これプロゴルファーでございます。こちらがですね、ごめんなさい、ちょっとね、思い出せないけど、ちょっと待ちくださいね。これは脇本花選手でございます。失礼いたしました。で、こちらがね、2024年度版の、女子プロレスラーのカードでございます。で、最後もね、女子プロレスラーのカードで、終わりたいと思います。これからもね、どんどん、増やしていきたいと思っております。はい。以上でございます。で、第4回目はですね、1回目から3回目まで、直筆サインカードを紹介しましたが、今度はですね、それ以外でもね、限定なカードをね、紹介したいと思いますので、よかったら見に来てください。はい、以上でございます。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。